くれてますね。とにかくたくさんのところに住んでいまして、日本にはいないんですけど、ヨーロッパやアフリカ、アジアにもたくさん生息しています。主に亜種が15種類とかあって、すごくたくさん、種類が豊富なんです。コリフクロウ、はい、ですね、皆さん犬猫のように飼われてるんですけれども、犬とか猫飼われてる人は大勢いるんですけど、まだちょっと人工的にね、フクロウとかタカっていうのはメジャーではないんですけれども、実際飼ってみるとランニングコストは安いし、安いですか、安いですね、1日100円ぐらいですね。3食でよろしいんですか。いや、1日1食でよろしいです。はい、そうです。そしてでも飼ってらっしゃる方が少ないといえども、飼ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、そうですね、その可愛さっていうのはどんなところで、フクロウちゃんの可愛さっていうのは、猫犬っておいでって言うと来たりするんですけども、その可愛さってどんなところ。同じですよ、小林さんから見てどんなところなんでしょうか。フクロウとかタカも、はい、やっぱり餌をもらえる人のことは覚えますんで、で飼い主のこともよく覚えるし、餌で呼べば、犬とか猫みたいに走ってくるんじゃなくて飛んできますから、はい、でよく慣らしてる人は、今日来られてる中にも何人もいらっしゃいますけど、外で自由に紐も何もつけずに飛ばすことも可能ですし、あとお水、普通小鳥だとか猫だとか犬って水がないと、人間もそうですけど、生命の危機が来るじゃないですか。ただフクロウとかタカって水分をそんなに必要としないんですよ。そうなんですか。餌からだけの水分でほとんど補給してしまうんで、めったに水飲んでることを見るときの方が珍しいぐらい。そうですか。実際にほら、飼うとなるとどこで売ってるのかも分からないし、そうなんですよね、はい、敷居が高いっていうイメージがありますけれども、はい、でそれが今から15年ぐらい前に、はい、そういった店をたまたま知って、はい、でそこに通うようになり、でやっとこさっとこう10年前ぐらいから飼い出すことができたんですね。はい、そのタカとかフクロウを飼う場合、何か届け出っていうのは、いや、必要なものもありますよ。あ、よくありますよね、ワニとかは必要だとかって。いや、種類によってなんですけど、はい、なんていうんですかね、大きさ、はい、で大体分かれてるんですけど、危険動物っていう部類に入るワシとかがいまして、はい、それはちゃんと自治体とかに届け出を出して、それなりの檻を作って移動する時もあり、許可が必要だとかっていうのがあるんですけども、はい、今回のは別にそういったものは必要ないという、今回のは今日持ってきてるのは一切必要ないです、はい、本当にもうペットのように飼えるという、そうですね、ことなんですね、はいはい、あとはちくさん、食べ物何食べてるのか聞きたいですよ ね。まずフクロウくんは何を。そこが一番問題なんですけれども、今ちょっと聞いてびっくりした食べ物もあったんですけど、うずらって皆さん卵食べますよね。フクロウくんはうずら。いや、タカは、タカからいきましょう、ちょっと、はい、タカから。タカは、卵を産み終わったうずらがいるんですけれども、はい、それ今まで焼却処分してたのを、それをちゃんと処理して、フランス料理とかにもなるようになってますね、はいはい、その冷凍のうずらが売ってます。で、はい、それを食べるフクロウもいますけれども、フクロウは全般的に、多いのがミッキーマウス。やっぱりそうなんですか。そうです、ミッキーマウスじゃないです、ネズミですけどね。そう、今ちょっとお話聞いてたら、触った人に、凍ったネズミっていう。そうです、冷凍でネズミが売ってるんですけれども。そう、売ってるんですね。売ってます、売ってます。個人で取らなくていいんですね。取らなくて大丈夫です、ただそれがね、皆さんこうちょっと嫌だなっていう人も、そうなんです、結構いるんですけれども、はい、今そういうのが嫌な人のために、なんか考えて、ちょっとお高いんですけど、ソーセージになってるのとかもあるらしいんですけど、ペットフード、キャットフードみたいですね。そうですね、はい、ただやっぱりお金がかかっちゃうじゃないですか、はい、で普通のネズミの方が安いんで、はい、皆さんお財布と相談して慣れますね、大体。そうですか。初めは箸でしか持てなかった人が、はい、今なんかもう手づかみっていう人いっぱいいますよね。でもそれを美味しそうに食べてくれて、やっぱり栄養価も整ってるということなんですね。そうですね、カロリーが高いですね、ネズミには。ネズミ、そうなんですか、はい、そうなんです、食べたくないですけど、ね、ちょっと聞いてるとわっと思っちゃうんですけども、それを食べるのがフクロウです、ね、フクロウさんです、はい、ミッキーマウスを食べてるってこと。そうですね、はい、でも慣らせば、はい、栄養的に補助的にビタミンとかもやれば、はい、うずらでも
しかあげてない子もいますよ。あ、なるほど。それはもう各自の自、もうとりあえず自由ということですね。そうですね。本当はやった方がいいとかっていう人もいますけれども、はい、でもまああの、なんていうんですかね、犬とか猫でもそうですけど、はい、人が飼ってるもんなんで、はい、よく動物主体でこう言う人いるじゃないですか。はいはい。本にしなきゃいけない、はいはい、愛にしなきゃいけないっていう、はい、それは動物に飼われちゃってる感じになっちゃうじゃないですか。だから自分たちはもう、自分たちが養ってあげてるんだから、多少はこちらの融通に合わせてくれと。こちらが主体ということですね。そうですね、はい、あくまでも飼い主ということですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に一つだけ、今こうして今日遊びに来てくださったりしてますけれども、はい、今後小林さんの方ではこういったタカとかフクロウの皆さんグループたちをどのようにしていきたいっていうか、はい、あのね、方向性はお持ちですか？自分がね、そのこういうのに、はい、ハマり始めた頃、10年ちょっとぐらい前に飼い始めた頃には、はい、タカを持って歩いてるとパトカーが来たりするんですよ。あ、通報されたり、はい、であと犬飼ってる人に危ないんじゃないかとかって言って怒られたり、はい、でも最近だんだん仲間が増えてきたんで、はい、公園にみんなで集まるとちょっと市民権を得たみたいなところがあるんで、なるほど。で今日見に来た皆さんはどっかで会っても、あ、大丈夫なんだって、ね、今日分かっていただいたと思うんで、一度お目にかかるとそうですよね。そうですね、はい、